久しぶり我らがスター、横山雄二。声を聞いて、話をしてみて。ああ、そうだった、そうだった。名前という記号的なものと、音楽という符号的なものも、記憶にはあまり関係なくて、直に接してピントがクリアに。さあさあ、今宵もこれからの仲間といろんな話を繰り広げて参ります。 ザ・横山有ショーアメリカのファーストレディー世界人権宣言の起草者でもあった。 エレノアルーズベルトはこう言っています自分にはできないかもしれないという恐れに真っ正面から立ち向かうたびにあなたは強さと自信と経験を勝ち取るのですだからできないと思うことに挑戦してごらんなさいうーんそうだよね中島みゆきだよ 戦う君の歌を戦わないやつらが笑うだろうファイトだよねと思います私が天才横山でございますこの番組は55歳になっています間もなく56歳私天才横山雄二が広島の大人へ元気を送る1時間のショータイムということですけどもそうなんだよねやったことがない っていうことにチャレンジする恐怖っていうのと、そこを体験できるっていう高揚感。そして、それが終わった時の経験とかって、おっきいよなぁと。ただ、まあまあ、痛いよーっていう、いろんなところを切ったり吸ったりするよっていうのと、あとボディーブローみたいに効く人の視線みたいなの。そこの呪縛が、 溶けたら、もっといろんなことが自由にできるんだろうなぁとかって思うんですけど、まあ、今週はね、いろんなことをバタバタとしながらも、いよいよ来週3月3日からなんですけど、我が故郷宮崎で映画愚か者のブルースが公開されるんですよ。で、それにあたり、その宮崎のキャンペーンの打ち合わせとかさ、その宮崎の放送局とかと、あれがこうだ、これがこうだとか、広島の宣伝部の人がこうだ、こうだとか、東京の配給の人がこうだ、こうだみたいなのがあって、で、 もっと言えば、今日、まさに俺は、福山に、今いてさ、で、横山名画劇場、横劇、で、ホイチョイプロダクションの私をスキーに連れてって、を上映し、で、その後、まあ、舞台挨拶をし、で、懇親会でトークショーやってるから、今ちょうどビール飲みながら、一生懸命映画館で、一人で喋ってる頃だと思うんですよ。で、その後、福山泊まって、で、明日は三原のリージョンプラザ、で、映画、愚か者のブルースが、10時30分から、 とお昼のの1時30分からの2回上映やってで、その時も映画上映した後にまた舞台挨拶やって、まあ、トークショーやって、これ2回やるわけですよ。なので、そういうのの打ち合わせとか、そういうの,の準備とかも含めて、まあまあバタバタしてたんだけど、その宮崎でキャンペーンをしますっていうね、ふるさとだからなんとかたくさん来てもらいたいじゃないですか。 でその宮崎はほら人口がまず少ないっていうことと若者が少ないっていうこととでもっと言えば俺がその宮崎でそんな有名ではないっていうことよ簡単に言うと出身だけどだから同級生とかにさもう久々に LINE したわとかだって元カノとかにもしたもん <laughs> 元カノに友達とかいっぱい連れてきてよとかって言うけどどんな気持ちで受け取るのかなと思ったのだから突然さ もう久々に昔の彼氏から、しかも中学校とか高校の時の彼氏から連絡が来て、で、俺が作った映画が宮崎の記念馬館で公開されるから、で、舞台挨拶にも行くから、友達とかいっぱい連れてきてよとかって言われたら、いやー、とはいえ私も結婚してますし、でも見たい気持ちはちょっとあるんじゃないかなとか、あとその時に俺から連絡が来たから、 って言って、その友達とかを連れてこようと思って話しかけるじゃん。だからえぇ、ー、まだ連絡を取り寄るとみたいなことになるじゃないだけど、どんな気持ちなんだろうなとかって思うのよ。で、しかも姉由美がさ、そのまあほら、姉由美もフリーのアナウンサーをやってたりとかするから、 ユミもいろいろと動くし、で、宣伝部の人もいろいろ動くし、で、俺は俺で動くし、みたいな、もう、いろんな角度からさ、いろんな人に連絡行くから、あ、その話はね、宣伝部からもらってますとか、その話はお姉ちゃんから聞いてますみたいなことがいっぱいあるのよ。で、もうこれ、めんどくさいと思って、MRT 宮崎放送っていうね、まあ、うちの系列です。TBS 系列の放送局の社長がマキさんっていうの。 で、マキさんは爆笑問題の番組とかをずっとやってらっしゃった、元 TBS の社員で、で、TBS の取締役までしていて、で、そっから宮崎放送行って、で、社長になってるの。で、俺も東京で何度かお会いして、爆笑の太田さんから紹介してもらったの。横山、マキさんは宮崎出身だぜ、とか、えーとかって。で、言ってたら、いや、実は宮崎に行くことになって、え、どこ行くんですか宮崎放送って。え、えー、っつって、TBS どうするんですかって、あ、もうやめるって言って、行ったの。 で、そっから、なんか取締役かなんかやってたら、ある日突然、マキさんが社長になったって、嘘でしょとかなって。で、そのマキさんに LINE したの。マキさん、実は3月3日から、宮崎で俺が監督した映画が公開されますから、つって、よろしくお願いしますって言ったら、え、舞台挨拶とか来んのとかって、あ、行くんですよ。なので、ちょっとマキさんに、ちょっと鶴の一声かけてもらえたら嬉しいです、つって言って。らあ、わかったわかったって言ってから、宮崎のテレビとかラジオのディレクターから、ダーって連絡が来んの。 力ってすごいね。<laughs> だから、いわゆるないろいろディレクターと、一つ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 こう連絡取ってるやつが、もう、一気にダーってこっち側に来て、あ、ありがとうございますって言って、わずか二日間で番組6個出ることになって、で、しかも最後、もう帰るギリギリ。俺、3月の6日に、月曜日に帰ることになってんだけど、3月6日の夕方5時の MRT のテレビ。 が準備されてるから、間に合いますって言われて、飛行機が7時何分っていうのがあるから、それで彼は間に合うっつって。だから出ますっつって。<laughs> そうですかとか、いやー、MRT ついにテレビ出られるか俺とかって思いながら、感慨深いなーとかって思うけど、ほら、そういったこともさ、やっぱ映画を作ったからっていうところがあるじゃない。で、これがずっとだって俺宮崎の、ただの、 小学生、中学生、高校生だった頃、ただの野球部でさ、夢見がちだった男の子だよ。で、宮崎ってさ、その、キャンペーンをしようにも、未だにテレビ局が2局しかないし、ラジオ局も m r t 一社と FM 宮崎、あとまあちっちゃいのがあったりとかするけど、そうするとさ、宣伝しようにもうそこしかないのよ。あとは宮崎新聞、宮崎日日新聞とか、なんかタウン市の宮崎っていうのがあったりとかして、でも、タウン市も、 載せてもらっても多分間に合わないでしょとかって思うと同じ放送局のいろんな番組に当たるしかないじゃないだからあんま広がんないんだよなでも逆に言うとテレビが2つ、ラジオが1個、であと FM が1個ってなった時に影響はでかいよねって思うからそうやってあ、そうかコンパクトだから逆にやりにくいけど広がりやすいのかなっていう想像はできるじゃないで、その時俺が ああ、ちっちゃい頃に、MRT とかその UMK っていう放送局があってさ、なんか憧れてたしさ、そこに、ほら、よく RCC でもあるけどさ、RCC 招待社会を何月何日何時から行いますとかって、作品は何とかかんとかで何とかかんとか、何とかかんとか、大深書がきでお送りくださいとかっつって、で、初めて大深書がきを買って、で、初めて送ったっていうのが、武田鉄也さんの思えば遠くへ来たもんだっていう映画があって、それが、 生まれて初めて当たったの。で、うわ映画がタダで見られると思って、その後イタリア映画のサンゲリアっていうホラー映画ね。まあ、スプラッター映画みたいなのが当たって、もう、そっからはもう当たるんだと思ったから、もう母親にさ、大深けにもがっつり買ってきてもらって、もうそのたんびに出して、で、ずっとタダで見続け、で、映画館に毎日のように行って、窓口のおばちゃんに、 あんた毎日おるねって言われて <laughs>、で、おばちゃんが <laughs>、なんとかの売り券がいついつに出るよとかって、わかりましたとか、あんたこれポスターいるとあ、いりますとかってもらって書いたりとかしてて、そんな子供がよ、その地元のテレビ局やラジオ局出させてもらって、で、自分が監督した映画のキャンペーンで出て、で、しかも宮崎キネマ館っていうさ、いわゆるミニシアターではあるけども、その作品とかをちゃんと厳選していくような、そこの映画館で自分の映画がかかり、で、しかも、 3月のその3日から上映がスタートなんだけど、4日と5日、土曜、日曜に宮崎で舞台挨拶をするのね。それの司会が姉ちゃんっていうさ、<laughs> で、それを多分2日とも見に来ようと思っている母ちゃんっていうのが、<laughs> なんだこれみたいな。もうさ、小学校、中学校とかの学習発表会みたいな。 いいの作ったね頑張ったねみたいなことになるんだろうなと思うし、見に来るのも、その同級生だったりもするじゃない。とか、どのぐらい一般の人が来るんだろうとか、<laughs> あとはどのぐらいの方々が、その作品に興味を持ってくれて、俺のことを知ってくれるんだろうなと思うけど、まあ、簡単に言うと、夢のような出来事だよねと思うの。だけど結局、この映画ってさ、見たら面白かった、面白くなかった、とかっていう評価があるわけじゃん。 そうするとそういったいわゆる味わわなくていい恐怖だったり知らなくていい評価みたいなことも受けたりするじゃないそうするとやっぱ戦うっていうことだよねと思って戦うってことはやっぱ傷つくってことだしでも世の中の喜びもあるってことだからなとかって思うとやっぱり今日の最初の言葉に戻るんだよねと思っていろんなことを経験すると血となり身となり骨となりあなたは強くなっていますよっていうことで今日はこれから バンバンにこの音楽の業界で強くなっていくんだろうなという方をゲストにお迎えしてお送りしようと思う。週末の夜の都のステージングザ・横山友二賞。今日もごゆっくりとお楽しみください。2>, 2月は逃げるという言葉を聞き飽きた今日この頃、街行く人はどんな姿を私たちに見せてくれるんでしょうか。街角実況中継。今日はとある動物園からお伝えします。解説は街角ウォッチャー山田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 帰っちゃいましたね。帰っちゃいましたね。日ハムのヒルマン元監督。いや、そこはパンダでしょう。だって、コンサルタント契約で日ハムに復帰したんですよ、ヒルヒル。シャンシャン意識しなくていいですから。シャンシャンま、あ私は毎日朝シャンですけど。知りませんよ。でも、上野動物園、皆さん爪が痛そうでしたね。どういうことですか 爪、かけてた。爪かけてたんですよ。でも、シャンシャンだけじゃなくて、和歌山のパンダも変換されたんですよ。和歌山のパンダは、漢字で読みにくかったんで、カタカナに変換されたんですかその変換じゃないです。和歌山のパンダの名前は、確か、松永でしたっけ松永じゃなくて、栄明と王品と桃浜栄明は、小豚さんだったんですよね。小ダックさんですよ。まあ、そろそろ、終わりましょうか。 シャンシャン,ャン,ャンちゃんちゃん街角実況中継解説は街角ウォッチャー山田さんでしたありがとうございましたありがとうございました今日はとある動物園からお伝えしました <music> 中島みゆきともにそして開拓なんで 街角実況中継とある動物園編ってことでしたけども中島みゆきさんが3月1日にアルバムを発売されるんですよえニューアルバムのタイトルが「世界が違って見える日」ということで今聴いていただいてともに」っていう曲はその収録曲の1曲目に入ってて今歌声聴きながらさ中島みゆきさんって何歳になったんだっけって思って調べたら71歳。 でしかも今日ほら25でしょだけど実はこれ収録だから23日に撮ってるんですよ今日ね中島みゆきさん誕生日だったみゆきさんおめでとうございますお会いしたこともないですけど 中島みゆきさんってでもやっぱ、それこそ宮崎に俺がいた頃、オールナイトニッポン聞いてた頃に、中島みゆきのオールナイトニッポンがあって、タモリさんのオールナイトニッポンがあって、松山千春さんもあって、タケシさんもあってとかしたのよ。ちょっと時代はずれていったりするけど、だやっぱさ、松山千春さんとかがさ、みゆきがさとか、さだがさとかってずっと言ってて、やっぱあの時代からいて、でずっとトップでいて、 で、俺、中島みゆきさんにハマったことはないの。だけど、中島みゆきさんの多分出しているシングル曲とかをほとんど知っていて、ほとんど口ずさめて、しかも、いろんな曲たちにリアルに励まされているってことは間違いないよね。俺、ファイトとか、泣きながら何回か歌ったことがあるも本当に。いやー。 もうたまんないねとかって思ってでもハマってないんだよってことはそれが強みなんだろうね自分に興味がないっていうハマってない人たちにもちゃんと楽曲を送り届けられるっていうことと送り届けてしかも相手がそれをものすごく大事な曲として持ってるってすごいなぁと思います今日はこれからそうなるんでしょうこの皆さんの登場「横山ト,ークショートゥデイズゲーム 四人組のバンド。超救命。ボーカル。うらら。超救命。四人組バンド。二千二十年梅雨ご結成。九月十五日。下北沢で初ライブ。 その後ファーストシングル「教えて」をリリースし2021年「落花生」のミュージックビデオが YouTube で10万再生を突破するなど話題を呼びますまた2022年2月から放送された MBS ドラマトック「汗と石鹸」のドラマオープニング主題歌となった「3月のハメ嫁」がヒット昨年7月のワンマンライブも発売直後にソールドアウトになるなど勢いのあるバンドです 今回1月に超究名3枚目の EP「LOVE の飽和ーー水蒸気量」が発売になりましたあの去年の4月ぶりということなので、はい、ほぼ1年ぶりなんですよそうですね、はい、なので、はい、あこのうららっぽい感じのムードを <laughs> あ、はい、そうだったそうだったとかって今思いながら。 はい、お話を伺おうとしてますけど、その、はいはい、去年の春から、なんかすごいまた飛躍したね、みたいな感じがするんですけど、どんな一年だったんですか ?2022 はそうですね、結構あのー、そうリリースとかも多くて、うん、そうですね、ドタバタしてる年でしたね。<laughs> いや、でもさ、その前回の時もお話ししたけど、はい。 2020年の梅雨頃に結成、じゃないですか。はい、そうです。で、そこから、だってまださ、そんな経ってないじゃないですか、日数的に言うと。まあ、そうですね。一応、今年の6月で3年にはなるんですよ。発生、うん、して。はい、そう。で、それ考えたら、俺たちからするとね、すごいスピード感で、はい、そのいろんなところから、 はい、そう、楽曲が欲しい、楽曲が欲しいみたいな感じになってる気がして。あ<ー>自分たちの感覚で言うと、はいはい、このスピード感ってどうなんですか、はい、スピード感、そうですね。うん、まあ、私、割とあ、あの、何でしょう、あのー、出来たてのパンを早く食べたい派ではあるので。はい,はい、はい。あのー、作った曲は割と早めにもう自分でサブスクで聴きたいみたいなとこあって。うん。 はい。なんでまあ、そうですね。早いく曲が聴けて楽しかったですね。ああ<ー>。はい。そうか。出来たてのパンは熱いうちに食べたいですよね。<laughs> そうです、そうです。わかる。俺ね、猫舌なのに、<laughs> 熱いものを早く食べたいんですよ。あ美味しいですよね。美味しいですよね。よねそう。<laughs> やっぱでも楽曲も、そういう意味で言うと、その、ちょっと生物感みたいなのがあるんですか ああそうですね。鮮度みたいなのがあって、うんうん、まあ、例えばやったことないんですけど、はい、だいたい今から例えば撮ったとして、うん、公開するのが1年後みたいな、その、とかやったことないので、そう、どんな感じかっていうのはまだわからないんですけど、はい、そうそうそう。だからまあ、割と早いスパンで、うん、まあ、曲を出しても、 まあそうですね。新しくすぐ曲が聴けるっていうのはすごくいいなって思ってました。うん、ってことは、本当に今の時代って、うん、作ってからポンって出てくるじゃないですか。うん、そうですよね。ねえ、だから今の時代で良かったですよね。<laughs> まあそうですね。うん、<laughs> でも、これ今回ね、3枚目の EP、はい、ラブの、えー、飽和水蒸気量っていう楽曲集を出されたじゃないですか。 はい、7曲入りだけどこれね例えば「心を照らせ」とかね、うん、なんか例えば「最終列車で君に会いに行く」とか、はい、これそのテレビ大阪のドラマのエンディングテーマになってたりとかはい、はい、名古屋の『名テレの60周年ドラマの主題歌になってたりとかするじゃないですか、はい、まあそうですねこんなのとかどうなんすかみんながその <laughs> いろんな映像にこの楽曲を被せたいと思ってたりとかするわけじゃないですか。うんうん、長久名のうららの声を欲しいみたいなことになるわけじゃないですか。はい,はいはい。ど、どんな感覚なんですかえ、どんな感覚そうですね。うん、うん。自分的には、なんだろう。まあ結構、まあ、あのー、映画とか、はい、まあアニメとか見るのを、 あの、そこまで詳しくはないんですけど、うん、まあ好きな方ではあるので、はい。なんでしょう、そういう、なんか物語とかがある、うん、ところになんか起用してもらえたりして、はい。まあ新鮮な気持ちと、まあ嬉しい気持ちですね。うん、はい、はい。これ自分は作るじゃないですか。はい。で、作って、で、それを、いわゆる完成品というか、 こういう風うになりましたよっていうのを見せてもらえるわけでしょ、はい、あ、まあ、そうですね。普通にもう放送している時とか、リアルタイムで、そうですね。ただ、ああ、こんな感じなのかって、こう、自分が思ってた印象と違ってたり、あ、やっぱハマったかとか、うん、そっちで言うとどっちになるんですかああ、でも基本は、あの、違和感があることがないですね。うんうん、なんか、 まあ自分も違和感がないようになるべくその作品に近づけようと努力するのもあって、うんはい、なんか、あれって思うことはなかったですね、一回も。あ<ー>そうは結構ハマってるイメージがあります。これね、俺らその、うん、曲作りができないから、はいわかんないんだけど、ほら、今までだと自分が歌いたい楽曲だったり、自分がこれいいのかなと思う楽曲を作ってくるわけじゃないですか。 はいはい、だけど、この世界観に合わせて頼みますねって言われると、作り方が違うのかなとかって思ったりとかするんですよ。まあそうですね。うん、作り方違いますね。まあでも、うん、テーマがある分、うん、まあ人によっては、すごい、あの、逆に楽にできる人もいるかもしれないですね。あー、なるほどね。そう,そうそうそう。はい、ここに向かってきてくださいみたいなのがわかるから。あ、そうです、そうです、そうです。ああ、うんうん。 そう、逆に自由に作るのが難しい人もいるかもしれない。確かにね。何にもないところでポツンといて、そう,そう。360度どっち側から来てもらってもいいですよって言われると、一歩目どっち<う>振り出していいか分かんないですもんね。まあそうですね。まあいろんなね、アーティストさんいるので、うん、まあ自分はどっちもできるなっていうのを、うん、その、 去年に学びました。学ぶっていうか、知りました。うん、なんか、多分、やってくださいって言ってもらっても、うん、あのつく、くイメージに合うやつを作れると思うし、はい。あの、好きなようにもできるなっていうふうに思いました。え、うん、はい。じゃあ、ちょっと自分の中で、その、幹が太くなってきたみたいな感じはあったんですね。うんまあ、そうですね。確かに、その、ある意味自信に変わるみたいなとこはありますね。 うんそう楽曲提供みたいなのに似てるじゃないですか。はいはい,はいはいはい。そうそうそう。だからあ、自分は頼まれたらこういう曲も作れるんだなとか。うん。はい。なんか自分を知りましたね。<laughs> えー、ねでもさ、その音楽ってね、不思議なもので、うん、スタートは,はい、はい、好きで趣味で始めるじゃないですか。はいはい。ね。で、一番、一番最初、 その曲作り始めようとか、音楽が好きになったみたいのって、根っこどこでしたっけ、うん、私ですかうん、うん、え、でももう好きになったのいつかあるかわかんないんですけど、まあでも始めたのは、うん、もうあの5歳の時にバイオリンを習い始めたところ。はいはいはい。まだその時は好きとかわかんないんですけど、うん、そう、そこから一応バイオリン10年ぐらいやって、はい。で、あの、高校生の時に軽音部入ったみたいな。うん。 はい、感じだったので、そうですね。まあでも本、明確に好きになり始めたのは、やっぱり中学とか高校生で、軽音部入った時かなとは思いますね。うん、これ、バイオリンやってる時に、はい。博士太郎みたいになろうとかと思わなかったんですかえ、なんかわかんないけど、バイオリンに結構、モチベーションがなくて、その時。<laughs> やっぱり、俺ね、全然わかんないけど、<laughs> ギターを始める人、フォークギターを始める人は、はい 最初、エリーゼのためにを弾く気がして。ああ<ー>。で、ええー。バイオリンをやる人の最終的には、たー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 、たー、うん、ーたーたーってこう、情熱大陸を弾きたくなる気がするんですよ。はい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 。そういうガッツポスみたいそうですね。<laughs> 情熱大陸は、でも、実際に習い始めて頑張れば、うん、まあその中学生でも弾けるはずなので。うんうんうん。 あの、なんでしょうね。そこが最終目標にはならないなっていう感じはしました。え、でも、ジョネツエルカーめっちゃ好きです。うんうんうん。そうそう、高校生の時も、そう,そう、音楽のね、時間で、な、うん何でしょうね。そういう合奏とかでやったりとか、まあ結構身近にある曲なんで。はいはい、でもやっぱどうしてもね、バイオリン習ってると、うん、やっぱ先生とかもどんどん難しい曲出してくるんですよ。なるほど、なるほど。そうそう、技巧的な。ね、うん。で ある意味、その、自分がそれを弾けるようになりたいみたいなとこもあるから、うん、あの、どんどん、あの、もう難しくなってて、曲が。はい,はい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 。で、そうで、難しくなって、最終的に、あの、好きかどうかわからないけど、うん、その曲自体が。はい。けど、この曲を弾けるとかっこいいみたいなのが存在してきて、うん。どんどん、その、バイオリニストの中で。うん。 そうそうそう。ちょっと私名前まだ覚えてないんですけど。はい、なんか、そういうので、なんかその後なんだろう、教室の中で、もう、その、うん、もうじゃ、大体上手な子は、もう、発表会の後ろの方に入ってきたり。うん、はいはいはい。そう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 、そういう感じの、超懐かしいです。ということで今日のゲストは4人組のバンドです。超9名、ボーカル、うららってことですけど、ひょうひょう。 としてるっているっう感じなんですよねだけどそのなんか冷たいながらもそのギリッギリ体温があるみたいな喋り方だったり歌声だったりとかするんですよ魅力的なんですよねまだまだお話は続きまーす <laughs> <laughs> なんかバイオルとかだったらチャップリの「

そう、馴染みが早くて、うんうん、難しい曲を割と小学生とか中学生で取り組めるようになるので。ああ<ー>、うん。そうそうそう,そう。<で>意外とあれなんで、世界から、その軽音楽部に行くわけじゃないですか。はい、うん。だかだ、やっぱみんなちょっと一目置くわけでしょ。はい、こいつバイオリンすごいんだよね、みたいな、他の人にない武器があるじゃないですか。 って思うじゃないですか。高校生になった時に、うん、なんか私全然機材とかに詳しくなかったので、はい、そのバイオリンが確かに弾けるっちゃ弾けるんですけど、うん、実際軽音部で活動してて、どっちかっていうとその軽音部強くて、うん、なんか曲を作って大会出なさいみたいな感じだったので、はいはい、なんかバイオリン弾けるよ聴いてってよりかは、うん えっと、早く曲作んなきゃねみたいな。<laughs> <laughs> そっち側なんだね。テクニックがどうじゃなくって、そうそう真っ白な部分から今から音符書きなみたいなことなんだ。みたいな感じの部活だったので、うん、バイオリンのことすっかり忘れて、うんそう、それで途中で辞めたし、高校生になってから普通にもうね、部活が忙しくて辞めちゃったんですよ。うん、でも、そうそう、まさかの自分に、うん あの、曲作る才能があるだって全く思ってないんです。バ、うん、イオリンしかやってなかったから。はい、でも高校生になって、なんかすごい、あのー、全くもうそのまま好きで作ってるだけなんですけど、もうん、まあその他校の友達とかが、え、めっちゃ好きみたいな、うん、全く知らない高校生の子から言われたりして、うんうん、それでその過程で自信を持っていくようになりました。作曲に関して。へえ。ー。そうなんですよ。じゃあなんか、例えばこう、 いろんな好きなバンドをコピーしてとかじゃなくって、どちらかというとものすごい早い段階からオリジナルでいきましょうみたいなところだったんだ、うん、です。いや、そうなんですよ。なんかわかんないけど、コピーはもう勝手にしてくださいみたいな感じで。うん、あの、そう、とにかく大会に出るからオリジナルはマストみたいな。うんうん 感じの環境だったので、まず、まあね、その当時のバンドメンバーもよくわからないまま進むんですよ。<laughs> <laughs> そ,うそうそうそう。でも、じゃ今の超救命があるのは、はい。その時の、はい。その、はい作ってはい作ってみたいなのがあるからって言っても過言ではないよね。え、ってかそうですね。私、その軽音部に入ってなかったら音楽目覚めてないかもしれないので、うん、いや、すごいな そうなんですよ。だからその部活範囲って曲作るっていう機会を与えられて、うん、意外とその褒めてくれるとか好きって言ってくれる子がいて、うん、あれちょっと続けてみようかなってなって3年間続けて、はい、まあ高校生の時にそう賞とか何回か取ったんですよ。うんうん、でそれもやっぱ自分にとって自信になって、じゃあ卒業したら、ちょっと音楽やろうかなと思ってそのまあ専門学校入ったんですね。 で、そしたらそこでヤスさんに出会って、うん、突然の、そう、ヤスさん。<laughs> そ,うそうそうそう。横山さんと。そうね。そこでヤスさん来るんだね。あ、そうなんですよ。え、<で>どうですかねヤスさんのプロデュースっていうのは。え、ヤスさんのプロデュースは、なんか結構比較的、うん、ま、他にもプロデュースされてるっぽいんですけど、はい。なんかその中でも、あの、私結構意見言うタイプなので、うん そヤスさんは、長級名では、結構その、みんなを見守ってくれてるというか、はい。その、そう、やりたいようにやらせてくれるプロデュースをしてるというか、うん。そうそう、ヤスさん自体がなんかめちゃめちゃ言ってくるとかいうのは全くなくて、はい、で、自分にとっては、もうすごい、結構ヤスさんと仲いいと思ってるので、うん,う,んうん。<laughs> <laughs> <あ>そ,うそ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 う。なので、なんでしょう、すごい信頼のできるプロデューサーだなと思っています。うん、やっさんって、なんかこう,こう、うん、俺も後輩なのね。あ、はいはいはい、はい。そうすると後輩側から見ると、ちょうどいい塩梅で舐められるみたいな。<laughs> あなるほど。なんかほら、なんかつつかれることを苦にしてないから。<laughs> まあ確かに。ね、なんかいい塩梅で、でいろんな毒づけるところがあるじゃないですか。 確かに。そうですね。楽ですよね。<laughs> まあなんか結構、<laughs> やさ、ハッピー人間なんで。うん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 。まあそうですね。うん、まあそんなにその気分悪くなるようなことを全く言わないし。はいはい。そうそうそう。そで,で,ですごいなんか、自己肯定感を高めてくれるタイプの人なので、<ー>自分にとっては。そうそう。そうね、めちゃくちゃ好きです。はい。多分きっと自分が、そのプレイヤーとして、ミュージシャンとして、うん、 うん、もうすごいいろんな転がり方をして。そうですよね。ね。で、傷ついたし、で、うん、デリケートだし、うん、で、それをまた歌に乗せていく人だったりとかしたから。まあそうですね。ね。だからきっと、他の人のプロデュースするってことになると自分が嫌だったことをしないっていうか。あ、そう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 ,そう,そう,そう。ね、こうして欲しかったみたいな風にやるんだろうなぁと思ってしますよね。 あ確かに、そうですね。だから、自分的には<ー>そう、自分のやりたいことと、ま、はい、やすさんの今までの人生経験が、うん、ま、結構照らし合わせて、はい。 なんかその私の気持ちを分かってくれることが大半なので、分かるよ、みたいな。<laughs> 分かりますかこの感じ。分かる分かる分かるよ、うら、ん、ら、うん、みたいな感じで、<laughs> そう言ってくれるので、うんうん、すごいあの、なんでしょう、救世主じゃないけど、あ<ー>そうそう、まあ、やっぱ学校の先生だったけど、うん、もう全然、もう今はもう普通に一人のね、人として、はい そう、もう、供給面のプロジェクトで関わってくださってるっていう感じですね。んあで、そんな、やさんに見守られながら、その出来上がった、ラブの、飽和水上気量ですけど、はい。それ、リスナーの方々には、こういうのですよとか、こういうとこを聞きどころですよっていうと、どんな感じになるんですか、はい、そうですね、ラブの飽和水上気量は、直球名のサード EP になるんですけど、うん 超級目史上一番ポップでキュート。でも、刺激的な一枚になっております。うん、ああ、俺も最初に、一曲目ほら、u、うん、えのラブから入るじゃないですか。はい。UA のラブ、あ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 、とかやって。<laughs> はい、あ、あもう好き好きと思った。<laughs> あ、本当ですか <laughs>、うん、ああ、これもう好き好き。もう絶対いいわ、これ。と思いながら、7曲聞かせていただきましたよ。 あ,ありがとうございます。うん、やっぱあのー、メンバーも、私も、うん、やっぱ家のラブが、もうデモの段階ですごいみんな好きで。はいはい。はい。で、そうなんですよ。で、その曲を結構持ち上げたくて。うんうん、その、アルバムの中の推し曲みたいな。はい。そう,そうそうそう。で、もう、みんなに早く聴いてもらいたいので、1曲目にして。<laughs> そここも鮮鮮度度がが大大事事ってことよね一番最初にみんなに聴いてもらいたくて、うん、無理やり1にして、うん、でその曲をその押したいっていう気持ち、うん、でとりあえずその You の know, Love なのでその強烈な Love をタイトルに持ってきてみたり Love、うん、の方は水上常化てでも一応その EP の通して、うん えっと、それぞれの楽曲、結構ラブソングに近いものが多くて、はい。なんかその、いろんな形の愛があるねっていう意味で、うん。まあ、ラブがいっぱい溢れてるっていう感じで、ラブの飽和水上気量っていう。番組の途中ですが、ここで RCC 地震速報です。はい。午後2時22分27分ごろ、北海道で地震がありました。 根室北部根室南部で震度5弱を観測していますこの地震による津波の心配は今のところありません音楽とか愛とかそういうんか好で表せないものを追求していきたいねっていう EP でございます、うん、うちの番組のディレクターのメガマック森下って言うんですけどはい森下が「うららさんに伝えてください」って言って。はい はい。あの、ゆえのラブはね、RCC はむちゃくちゃ書けましたよ、つって。え、本当ですかむちゃくちゃヘビーローテンしてますからね、つって。え、やったやった。え、この、そうなんですよ。そう、で、この U 字章とかでも、紹介させていただいて、やっぱりノリもいいし、そうなんですよ。世界観も素敵だから、そうなんですよ。ね、いいよね。なんかね、ちょうどいいんですよね、ちょうどいい。その、小さい感じがちょうど、ミニマムな。 わ <laughs> かりますか <laughs> なんていうんだろう、うん、なんかわかる。すごいよくわかる。かわいいじゃないですか。うんうんうん。かわいいのが私好きだったりするんですよ。はいはい。あそう、昔結構アニソンとかも好きだったので。うん。そう。なんかそういうのを聴いて、いつか、なんか、なんか長久名自体そんなかわいい曲なかあんまなかったので。はい。 ちょっともう振り切って、寂しくて死んじゃうぞっていう歌詞とか、入れてみようかなって思って。そうそうそう。でも一曲を通して、その、ツンデレじゃないけど、はい。なんかその、一筋縄でラブソングっていうわけにはいかないっていう仕様に。うん、<laughs> そうそうそう。今回で勝ってるよ、みたいなね。そうそうそう。それのね、感じがすごい、 いいのと、まあ、サウンド的にもその世界観に結構合ってる感じがして。うん、そうそうそう。結構、まあ、そうですね。作曲もこだわったし、やっぱみん、自分たちも好きってことは、うん、やっぱみんなも好きになってくれるはずだよなと思って。はい。よか嬉しい。ゆえのラブから入ったのは正解だと思う。え、<laughs> ですよね。<laughs> <laughs> そうなんですよ。でねそ。で、そう,そう。そう、ほら、今ライブとかも、 これちょうど放送された時にはもう、当判明終わってるんですけど。はい、はいはい、そうですね。はい、だけど、広島に来ないじゃないですか。<laughs> 来てくださいよ。<laughs> 行きたいんですけど、<う>じゃあ広島ね、行きたい。まだ1回しか行ってないんよ。<laughs> そうなんです。<laughs> <laughs> いや、だってもう、それこそ安産物件だし、ただ、RCC バックついてるから。<laughs> <laughs> ただ、え、こんな良くしてくれんのっていうぐらい多分良くしてくれるはずなので。<laughs> 広島でちゃんと、あれですよ、もう、なんだっけ、カキ、カキ食べまして、ちゃんと。また食べに来てくださいよ、でも。そう、美味しかった。いや、でもこうやって、今日もリモートだったので、また本当に実際にお会いして話も聞きたいし、で、そうですね、お邪魔して喋りたい。うん、なんか一緒にいろんなことができたらいいなと思うので、あの、RCC ラジオは、そして在横山友事賞は、ラブの、 法和水蒸気量とゆえのラブをガンガンに押していきますんでありがとうございます、はい、最後にあの広島の、えー、リスナーの方々にメッセージをいただければと思いますはいそうですねえっ、ー、と長久命ねあの頑張って大きくなって、うん、あの広島にもいっぱいいけるような感じになっていきたいと思いますので、はい、あのー、ねとりあえず今回はラジオなんですけれども <laughs> 遊びに行きます。ライブしに行きます。<laughs> はい。お待ち申し上げております。<laughs> ではでは最後に、えーはい、ご自身で楽曲の紹介をしていただいてお別れとなりますんで、お願いします。はい。ありがとうございました。それでは聴いてください。超級名でゆえのラブ今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ということで今日のゲストは、4人組のバンド、超級名、ボーカル、うららさん。 ってことでしたけどもうさディレクターのメガマック森下がさなんか好きなんですよねいいですよね喋りも好きですし歌もねみたいなでほらメガマックはこの番組をずっとお聞きの方は分かってると思うんですけど自分が好きだったら売れるっていう <laughs> 全然根拠がない自信を持ってるんですよ「山田さんこれ俺が好きですから売れますよ来ます」なので絶対 ちょっとゲスト呼びましょう。みたいな言い方するんですけど。ってことは、超久名は売れるっていう。これ以上にダーンってくるっていうことなんでしょうよ。いやーでもね、やっぱさ、その楽曲っていうのはさ、いいとか悪いじゃないんだよね。好き、嫌いっていう。人間の顔も一緒じゃないですか。だから別に、綺麗だとか、汚いとか、いい男だとか、そうじゃないとかじゃなくって、その顔に惹かれるかっていう、なんかもう、得体の知れないものみたいなものが、 その歌声とか声のビブラートみたいなとこにくっついてる人がいるよね。なので気になるなぁと思うので、ぜひぜひ皆さん超9名覚えていただければと思います。さあ、君こそスターだですけども、広島で活躍する、または活躍を夢見るアマチュアアーティストを応援する、ザ・スターは君だですけども、最近はメジャー系のミュージシャンの方々が、ここで自らの近況を報告するっていうコーナーになっています。今日は注目して待っていらっしゃる方たくさんいるみたいです。 3月1日水曜日に9枚目のフルアルバム、パワーを発売する、ジャニーズウエストの、桐山明人さんからコメントをいただいています。RCC ラジオ、ザ・横山有事賞をお聞きの皆さん天才、横山さん。はい。こんばんは。こんばんはジャニーズウエストの桐山明人です。はい。いいっすね。なんか天才って呼ばれるのすごくいいっすよね。ありがとうございます。ちょっと横山さんに、 習って、僕も霧山、天才霧山にしようかな。あ、被るのかなもう一かやめておきます。はい。さあ、横山さん、聞い,いてください。僕たちジャニーズ WEST。三、はい、3月1日になんと9枚目のニューアルバム、パワーをリリースさせていただくことになりました。おめでとうございます。すいません。この、毎回毎回シングルだったり、アルバムだったり、出すたびにね、この、えー、ラジオにお邪魔させてもらっていますが、はい、ぜひとも横山さんも聞いていただきたい。うん。なんとね、 このねちょっとね横山さん好きかなあのー、渋い楽曲で行きましたね「ひざ銀座」っていう楽曲なんですけど、はい、もう入りからレトロなんですよあのー、ちょっと昔を思い出すというかタイムスリップしたようなでも、えー、サビに行くにつれて今っぽいというか、ね、うあのー。 今回のこのひざ銀座の中では芸人の友近さんにナレーターをしていただいてたりとバラエティに富んだ一曲になっております他にもですねパワーだったり僕たちのメンバー重岡神山が作ってくれた楽曲があったりとえバラエティ豊かなアルバムになっていますのでぜひともぜひともチェックしてくださいはいさあそれではせっかくなので一曲えかけさせていただきたいなと思いますそれでは聴いてくださいジャニーズ WEST でひざ銀座 ザ・横山祐二賞。メッセージありがとうございますということで、ジャニーズ WEST、膝銀座、お届けしてますけど、本当はこんなんはずーっと、下に引いてお届けしたいんですけど、これ発売前のラジオエディットって言って、ここまでしか俺らも、預かってないんですよ。<laughs> だから、膝から下がない状況。あららららららら、他人はまだっていう感じなんですけど、でもファンの皆さんがね、こうやって、 ジャニーズの皆さんが出てくださったりとかすると SNS とかでこうつぶやいてくださったりとかいろんな感想をいただいたりとかするんですよで大体の方が言われるのがまずはそのミュージシャン側ねミュージシャン側が天才にまず引っかかるっていうところと俺が録音のコメントに返事をするっていうことこれね恒例ですもうこういう番組なんですえー、なんか あの喋りたる人がさなんかインタビューに「はいはいとか「はいはいとかって言うんだよっていうにもうそういう番組なんですよもう今さら言われてもこれもう20年近くやってるのでっていう感じでもあったりとかするんですけどでもメッセージありがとうございます嬉しかったですまたねなんかいろんな場面でお会いできたりとか広島でまたお話が伺えたら嬉しいなぁと思っています今日は中島みゆきさんの新曲そして「超救命」 そしてジャニーズ WEST の新曲をお届けしました「ザ・横山裕次賞」ですけどもいかがだったでしょうか、えー、オープニングでも言いましたけども、えー、私が監督しました映画『愚か者のブルース』現在絶賛全国公開中ということで名古屋はすごくたくさんの方が入ってくださっていてであ嬉しいなと思っているのでシネマスコーレにも足を運んでくださいそして明日は三原 で10時半からと1時半から、えー、上映「愚か者のブルース」舞台挨拶もやりますのでぜひ足を運んでいただければと思います来週はフランクボックス登場お相手は天才横山でした